こんばんは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE のお友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。では今日はですね、〇〇を話せる男性はモテるというお話をさせていただきたいと思います。で、会話がね、苦手だっていう男性は結構その〇〇が話せないんですね。だから会話が続かなかったりとか、会話が途切れてしまったりとか、会話が盛り上がらなかったりとかするんですね。では一体その〇〇とは何かと言いますと、エピソードです。でか、みんなね、こう日々生きているといろんなことが起こると思うんですよね。そのエピソード、今日は何があったとか、あの時何があったとか、会社で何があったとか、自分がこう感じたとか、こうどっか行った時にこういうふうに思ったとか、こんなものがあったんだよっていう、そういうエピソードですね。そのエピソードを話すことでができると、女性はそのエピソードに共感したりとか、そのエピソードの中、あなたのエピソードの話に自分も入っていって、あたかも自分も経験したかのように話を聞いたりするので、それで共感を得て好意を持つっていうね、流れになっていくんですね。なので、あなたもね、毎日いろんなこと起きていると思うんですけれども、こんな話をしたらつまらないんじゃないかって思わずに、何かねエピソードがあったら、それを女性に話してあげるようにしてあげてください。ではですね、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達を募集してます。YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ、LINE、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。では、ここまでになります。ありがとうございました。